はい。どうも皆さん、こんにちは。今日は、6月26日の月曜日ですね。週明けです。5時46分に収録しています。今週も1週間、よろしくお願いいたします。ここ最近ですね、うちのチャンネルっていうのは伸び悩んでいまして、登録者がね、まあ、日々、ビゲしています。で、私の中では、まあ、いっそのことね、 まああの私なりにね結構いろいろいろんな角度からこう捉えてでまあ目線をフラットにしつつ情報発信をしてるんですねでそこそこねここ最近なんかまあ対局の上下みたいなところは目線狂ってないと思うんですよただそれでもねやっぱりね <laughs> 減っていくんですねで私ねまあいっそのことをもうこっからねもうしっかりとその何て言うかなこう総入れ替えみたいな形勉強して資金増やしたいって。 えー、チャートとかね、そういったところ学びたいっていう方と、いやいや、もうそんなんガチゴだしね、えー、もう儲からんのだったら、ね、まあ、ちょうど勉強するとかちょできないと、今更ね。うん、っていう方と、まあ、総入れ会みたいな形で、はい、一旦もう2、三0 0 0人ぐらい登録者減って、でそこからまた、はい、伸びていくという形で再構築、はい、チャンネルのね、まあ、属性みたいなものが、 再構築されたらいいいいかなううふうに思っていますですので、今残ってらっしゃる方々、えーまあ、意欲のある方々とかも含めてですね、うんまあ、ぜひですね、今後、まあ、末永く、まあ、見守っていただきたいなと。で、チャンネル登録がうちが減れば、私の資金が増えるみたいな逆行現象が、ダイバージェンスが起きているっていうね、はい、そういう特徴も最近あります、はい。これは一体何なんだろうなって、不思議に思いながら、 不思思議に思いながら、ね、で、上予想をして、それが当たる。で、今日上がりますよって言って上がる。で、そしてロングで僕が儲かる。で、そうすると、えなんか、評価が悪かったりとか、登録がどんどん減っていくとか。だからやっぱりね、うちのチャンネルって、あのバブル状態だったんじゃないかなって思うんですよ。一時ぐわーっと伸びたときっていうのは、僕がどんな発言しても、どんな目線で言っても、それがこう認められたみたいな。で、それはやっぱり本来のあるべき僕の実力値じゃないな。 本来あるべき僕の、まあ、フォロワー数であったりとかそこに一旦リセットして、ね、2000人減るとか3000人減るとか一旦属性みたいなものがそう入れ替えしてでそこから私がずっと最近言っている上なり下なりどっちに転ぶかわからないとチャートを見るねそういうスキルを養って、まあ、いわゆる努力が必要なんだよって放置プレイでお金が儲かるみたいなねそういうものじゃないんだよって。 うん。で、えー、それでもなお、えー、ついてきてくれる方々と、一緒にね、まあ、ちょっと成長していけたらと思っていますんで。いや、もうそんな努力とかできんと、言われる方と、えー、まあ、入れ替えみたいな形。だから、一旦もう減っちゃってもいいから、そっから、また、えー、そういう意欲ある方には、ぜひね、フォローしていただきたいと。で、あと、まあ、高評価ボタンもね、ぜひ、あの、いただきたいと思います。はい。えー、でね、ちょっと前置きはさっておき、 えーまあ、今、ナスタックがね、まあ、このように上がって下がっています。朝は上がってました。で、夕方にかけてね、このように下がっています。で、これをね、どう解釈するかってことなんですけど、まあ、結局ね、この四時間足の高値、はい、15063と安値、安値が、えー、14786、はい。この上下、 はい。どっち抜けるかっていうのが大事なんですけど、ただね、抜けた方向にじゃあついていけばいいのかって言ったら、はい。特にね、上側はちょっとトラップがあるかなと思っています。はい。何のトラップって言ったら、これ。トレンドラインです。4時間しで見てみましょう。はい。ここ。5月24日の23時の安値と、あと、6月8日の15時の安値。はい。この2本を結んだトレンドライン。 はい、ちょっと拡大しますと、この緑のトレンドラインを先週割り込んだんですよ。で、その後、急反発して上昇しました。だけど、えー、再度売られました。はい。このジグザグみたいなのを経て、じゃあさあどっちという形になっています。で、細かい足で見るとですね、先週の金曜日、週末ね、私はこの後、えー、週末上昇して、ここまで到達してから売られるかなって思ったんですよ。だけど、ここ見てください。ここタッチしてないですよね。 タッチしてないんで、可能性として考えられるのは、ここもう一発試しに行くんじゃないかなと、はい、思うわけですよね。ここもう一発試しに行く。で、そうするとね、ここ、すごくね、これいやらしいんですけどね、ここの、さっき私が言った4時間足の高値、直近高値、15063と、この緑のね、トレンドライン、これがちょうど交わるんですよ。ですので、いわゆるこの4時間の高値を上抜けると、 上なんだよって期待して、安易に買うとですね、安易に買うとですね、いやいや泣いてんのって、ここの緑、結局、ここでデジスタンスされて、こっから売りなんだよって。はい。つまり、買い場が売り場になるっていう。うん。買い場かなと思って飛びついたら、むしろそこは絶好の売り場だったみたいな。はい。そういうパターンになりかねない。もしここまで上昇した時に、そういう騙しのような展開が、 食いついたらやられたみたいなね。そこだけ注意ですね。はい。そこだけ注意。そのままストレートにズドンって今日落ちてくれたらいいんですけど、そんな簡単に最近株価の値動きしますかうん。ちょっとね、あの、私は疑問ですね。 はい。で、今日の時間足で、まあ一時間足でこう寝、ね、動き見てるとですね、やはりね、先週もちょっと私言っていたんですけど、三角持ち合いの形で、えー、まあ高値を切り下げるような格好で、今日の昼からこのように下落しています。この下落がどこまで続くのか、どっかでまた反発上昇する可能性、私は高いと思っています。で、ここで反発上昇したからといって、ね、そして、この四時間足の直近高値、 安易に飛びついちゃいけないと。はい。ここをちょっと髭で上抜いてテクニカル的には上ってなるんですけど。はい。その後の判断も難しいです。はい。上って髭抜けしてから押しを作って上昇するパターンもあるし。で、私のこのね、意識してるこの緑のトレンドライン。 まあ、要は、トレンドラインをブレイクしてから裏をタッチしに行って落ちるっていうね。はい、そういうのが考えられるんで、もしこの辺のゾーン15,063付近まで上がってきた時には、結構ね、まあ、騙しに、まあ、お互い注意しましょう。はい。どんどん行っちゃうんだったら、あ待ってくれって感じになるんですけど、それは行ってらっしゃいみたいな形になりますし。はい、とにかくね、ここ抜けるときというのは、もし今日上昇であるんだとしたら、うん。 抜けるイコール上じゃなくて、この緑で、むしろレジスタンスで売り場なんだよっていうね、まあ逆張り。まあ、売るとしたらこれ逆張りなんですけど、はい、そういう形になります。で、まあ、最終的にですね、もし下に行くんであれば、この4時間足の安値、14786とか、まあ、高根県の最安値、14769。はい、特にね、最終防衛ラインの14769。ここを下抜ければ、 まあ、やはり、あの、下の可能性、かなり高まると思います。ただ、すんなりストレートに下に行くって、そんな簡単に値動きしますかねまあ、私はね、何かやっぱり、まあ、だましというか、なんかこう、不思議な動きをね、変な動きをしてくるんじゃないかなっていうふうに疑っております。で、まあ、今日のね、時間外、まあ、ないし、22時、寄りつきで、大きく上昇したとしても、それは、まあ、週足レベルの、 ね、まだ今日月曜日始まったばっかりです。週足生成、ローソク足の生成段階においての最初の上髭みたいなね、そういう考えも持っておくといいんじゃないかなと思います。上髭作ってから、その後結局この緑ラインにレジスタンスされて落とされるとで。そこでいよいよね、月曜日から下落開始みたいな。はい、残り5営業日で6月終わってしまいますから。だからもう今日がね、 まあ決着。いよいよね。いよいよって何回言ってるんだって話だけどね。ようやくね、まあ決着せざるを得ないんじゃないかなって私は思っています。はい。特にね、ここちょっと上抜けるかどうかのところは、こういう騙しみたいなね。はい。い場絶好の会話、ね。4時間足レベルのこう大きな N を描いて今から上に行きますっていうところに限って、たまたまね、この、えー、トレンドライン伸ばしていくとちょうどね、ここで跳ね返されるような絶妙な位置に、はい。 上、下って、うん、そういうのがあります。はい。なので、ここもしね、えー、今夜上昇するんであれば、要注目、えー、注視されたいということで、えー、チェックしておいてください。はい。えー、まあ、あとはですね、そうですね、まあ、一びね、一び、ね、ここついてから下落するんであれば、私はね、下に行く可能性高いかなって思っています。で、まあ、結局ね、上下どっちって言ったら、今のところですけど、今のところですけど、 まあ、下60%、上40%、みたいな雰囲気で考えています。ただ、何度も言うけど、下だからといって、このまんま下じゃないです。上行って下みたいな。はい。そんな形のイメージをしています。つまり、こんな感じ。騙すようにして落とす。はい。騙して期待させて、買わせておいて落とすみたいな。はい。まあ、対局、そんなイメージをしていますんで、ポジション取るのは、ものすごいね、あの、神経使うと。気を使うと。 思います皆さんね、焼かれないように、はい、慎重に立ち回りをね、えー、やっていきましょう、えー。この動画良ければですね、ぜひね、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、本日は以上です。ありがとうございました。